こんにちは、夏みかんです。ミュルウェルの森にやってきました。ここにね、悪魔が呼び寄せられてるはずなんですよ。貴様、オルフェアの子供たちをどこに隠したのだ。悪魔の旦那よ、そいつを知りたきゃこの俺を倒してみるんだな。よかろう、愚か者め、この森ごと焼き払ってくれるわ。どういうことだ。これっぽっちしか炎が出ないだと。口ほどにもねえな、悪魔の旦那。そんなんじゃケーキだって生焼けよ。おのれやらさ。許してもらえなくて結構さ。悪魔さん、こちら、ここまでおいでだ。私の力を跳ね返すなと。まさかこのちっぽけな像のせいで力が出ないのか。貴様、測ったな。来たな、旅の人。今だ、奴を倒すんだ。オッケー、任せて。旅人は来た。まだ現れないのか、三日月の紋章は。あだあだだだだだだ、チクショー、ゾウから離れすぎちゃった。まだか、まだなのか。三日月のプクリポ、何やってんだ。旅人も俺ももう持たないぞ。三日月の紋章のプクリポ。紋章、三日月の三日月だな。あ、紋章ってそういうことだったのか。アルエ、お前の予言は分かりづれんだよ。旅人さん、加勢するぜ。なんかドラクエ2みたいなアイテム的なものかと思ってた。よし、でもよかった、これで予言のメンバーが揃ったんだね。よし、頑張っていこう。じゃあまずはデバフからいきます。ルカギを使って守備力を下げる。そしてヒューザは、ああ、しまった。斧をやっぱり買ってくればよかった。斧を買うかどうか迷ったんですよね。斧を持ってたら兜割りができたんだけどな。フーラちゃんは、追い風にしましょうかね。ブレス入ってきそうですもんね。迷うけど、いや、でも追い風にしましょう、ここは。お、タップダンス。すごい、見かわしやすくなったみたい。うわー、イオラが来た。うわー、イオラ。回復はちょっとフーラちゃんに任せて、私はバフをかけていきたいと思います。バイシオン。もうね、ボス戦には欠かせないですよね。ヒューザは仕方ないですね。闘魂打ちをしていこう。フーラちゃんは回復。いやー、もうこの癒しの風、マジで助かる。キラージャグリング、おー、すごい、6連続攻撃だ。すごいね。じゃあちょっとこれ、ナブレットさんにも陪身をしとこう。よし、ということで
すごいな、強いな、キラージャグリング。ってことは、ナブレットさんも旅芸人系なのかな？私も負けずに扇の舞いしていこう。あ、よしよし、いいぞ。ちょっと主人公としての面目を保てた感じ。よし、頑張れ。お、倒しました。ちょっと最後、パッとしない攻撃だったけど、なんとか倒せました。ハロウィン。おのれ、いまいましきぷくりぽよ。やはり、15年前、子供をすべて食っておけば、よか。助かったぜ、エルフの旅人さんよ。ありがてえ、ありがてえ。そういや、まだ名前を聞いてなかったな。そうかい。って、じゃあおめえがプディンの恩人か。いやはや、これはまた世話になっちまったな。すまねえな、面倒かけっぱなしでよ。こいつは、俺の妹の遺言なのさ。俺にはアルエって年の離れた妹がいてな、何年も前に死んじまったんだが、大層な器量よしで性格も朗らかないいやつだった。あいつはガキの頃からおかしなやつでよ、先のことが何でも分かっちまう不思議な力を持ってたんだ。なるほど、それが今回の行動につながるわけだね。おいおい、アルエ、おめえ無茶なこと言うんじゃねえ。俺は根っからのケーキ職人だ、サーカス団なんかやれっこねえよ。平気だよ、お兄ちゃん。アルエね、わかるんだもん。15年後にね、銀の丘に来る2人はすっすごい強いの。一人はエルフの旅人さん、もう一人は三日月の紋章のプクリポ。見た目はあんまり強そうじゃないし、髪型とかいまいちだけど、でもいい人で強いのよ、旅人さん。予言で見た目いまいちって言われる主人公。三日月の紋章のプクリポはいずれ目覚める強者。この二人が力を合わせれば悪魔ザイガスだって倒せちゃうかもなんだもん。まあおめえの予言は一度だって外れたことはねえけどよ。だからお兄ちゃんお願いね。お兄ちゃんはサーカス団を始めて。ケーキ屋さんよりサーカスの方が一度にいっぱい子供が集まるでしょ。だから絶対サーカスなの。まあそりゃそうかもしんねえけどよ。お兄ちゃんはサーカス団を始めるの。それで15年経ったらオルフェアの子供をみんなさらってね。15年目に来る旅人さんに助けを借りてね。約束だよ、お兄ちゃん。私は多分その頃はいないから。このホステイル広場におびき出せば、15年目に現れる旅人が悪魔の野郎をやっつけてくれるって妹は信じてた。ここはプクリポにとって聖なる場所だからってな。おっと、こうしちゃいられねえ。詳しい話は後回しだ。銀の丘へガキどもを迎えに行くぜ。これでなぜ団長が15年後に悪魔が来るって分かってたか理解できましたね。ただその契約が何とかっていうのがいまいちよく分かんないんですよね。契約って何なんだろう。ということで銀の丘にルーラで行ってみましょう。そういえば
今ルーラの行き先に別荘跡っていうのがあったんですけど、その別荘をアルフェ王妃の別荘って書いてあった気がするんですよ。アルフェ王妃とナブレット団長の妹さんのアルフェは同一人物？なんかそこ謎だな。まだなんか話続きがありそうですね、これね。夏みかんチューブでは水金土を中心にゲームプレイ動画をアップしています。今回の動画面白かったなって方は高評価やコメントで、今後も見たいなと思ってくださった方はぜひチャンネル登録などで応援をよろしくお願いします。また見に来てください。ありがとうございました。またねー。